月曜日はカウンセリングの日ですっていうね、今でもよく覚えてますね、15年前の広告ですけど、月曜日は手術の手を一切やめ、カウンセリングのみ、相談のみに専念しますっていうふうにですね、まあ、同業他社が早く来い、痛くない、金ない、もうすぐ来いよ、手術来いよみたいなね、まあ、いやそれ売るぜ売るぜ来いよみたいなやつに対して、うちは手術しません、相談のみ、カウンセリングに乗ります、その時間を月曜日はたっぷり取りますって言ってですね、まあ単純に月曜だけじゃなくてずっと暇だったんですけどね仕事もなかったっていうのもあるけど、まあ大事か、エンドユーザーの立場だったらですね、報告だけ見てすぐ何か物買えとかね、すぐ手術っていうのは何か違うなと、今でも大半の業界そんな広告ですよ、もうすぐ買え、なんかすぐ何、ね、かしろ申し込めみたいになってるけど違うなとね、やっぱり客単価何十万以上ですからね、これは私がもし女性で受けようと思ったら、そのめちゃくちゃやっぱりね、心配っていうか不安がたくさんあるから、こんな言ってすぐね、なんかそんな手術とか嫌だ、いろいろじっくり聞きたい、もう嘘も見抜きたい、要はカウンセリング相談時間が欲しいって自分で思ったんで、そういうふうな広告、広告というか前記事、意見広告をですね、まあ、出したんですね、あバタバカ当たりしましたね、まあその後もずっとそのパターンで行って、3年で91売り上げですね、で広島出して、まあ私5年しかやらなかったんですね、その後まあ私も調子に乗りすぎて、あの大喧嘩してですね、お前の仕事なんかやらんのかバカかって言ってね、まあ仕事もう切ったんですね、お客を切ったの私は、で当時売り上げの 95% がその精神病気だったんですよね、それ切ってしまって毎月1000万が毎月50万ぐらいになって売り上げですね、うわーみたいな、まあそこから鬱になってしまったんですけど、まあでもその後彼は東京出て、まあ大成功しましてね、ホンダ東海車のディーラーグループに2004年ですかね、企業 M&A で売却しましたね、本当は実はもう35億売り上げいってたから、35億で経常利益14億、ものすごい業態になってたんですよ、それで実は病院で初の株式上場を狙ってたんですね、ところがやっぱりですね、まあ医師会や日本は古いし、まあ美容外科だから絶対上場なんかさせるかみたいなね、まあ医師会のあれです絶対ね、それできないっていうことが分かって、それでも本人やる気なくして、で上場できる仕事をしたいということで、当時まあホリエモンとかライブだなんかとも彼は付き合ってたんでですね、なんだこんなやつらで IT 系っていうだけで上場できるのかみたいな感じで、まあそれもあって、まあ、売却したんですよね、で IT 系ちょっとにまあ関わったりしたんですけど、まあ結局今も IT 関連の顧問とかコンサルとか彼はまあやってますけど、まあ美容外科の中で IT システムを作り上げたっていうのもあって、まあ規模拡大がね、その精神美容外科っていうのはうまくいったんですけどね、まあ結局はその今もう一度元に戻ってコンサルタント2年やってましたけどね、美容医療向けのですね、まあコンサルはもう萱野さんね、僕は合わない、人に何か言うよりも自分でしたいって言ってね、また実業に今戻ってザ・クリニックというのを六本木かな、日本一高級な美容外科というまたやってますけどね、ライブドアから買ったんですよそれ面白いでしょ、ライブドアがほらめちゃくちゃの時に何でもかんでも買ってたんですよ、美容外科も買ってたんですね、でそれをライブドアから買った、買い戻してっていうか、まあでもライブドアおかしくなってて余ってたっていうことでそれを買って自分で申し始めて、加圧ジム、加圧なんかね、まあ医者っていうのもあって、それはもうそういうのは得意ですからね、それも併設して今頑張ってねやってますけどね、なんでこんな話をしたんでしょうね長すぎましたけど、まあちょっと広告屋なんで、元広告屋なんでですね、まあ知ってる人は知ってるけど、ちょっとその広告宣伝でね、まあ今日はそういったあれじゃないですけどね、これはね自分で気づいたんですよ、なかなかこれ、ね、すごいなと思った、広告はずっとまあ私7社今は独立含めて8社目ですけどね、その中でずっとそのまあ最後7社目も広告屋で、その前はですねリクルート人材センターっていうですね、リクルートの子会社、今リクルートエージェンシーっていう名前になってるんですけどね、民間人材銀行、その中の実は求人広告部門に3年いたことがあるんですよ、その3年間と、その前はヤマハ発動機のバイク営業、
その後コンピューター、IBM、オリックスのリース営業でチラシ屋さん、とか人材スカウトも無認可でね自分でやったりしましたけど失敗しましたけど、まあ、いくつかこう見てた中で、まあ、そのリクルートのバイトで営業してたビーイングトラバイオですね売ってた時代が自分がまあ一番合ってたなと思い出してですね、それで福岡帰った時に7社目の転職先をもう一度広告代理業を選んだんですよね。でその延長で実は独立したんですよ。でたまたままあ本が当たったんでもう広告業今一切もやめてますけどね、この6年間やめてますけど、その中でこう一つ、まあ、発見したっていうか、まあ当たり前なんですけどね、これは通信販売の業界はみんな実は気づいてもうやってますけどね、当たり前なんですけど、まあ皆さん新聞雑誌テレビ見るじゃないですかね、見ますよね、こう新聞テレビ雑誌でその記事とか記事面とかテレビでもその番組はずっとこう見てますよね。で CM になったらもう見ないでしょ、なんやこれみたいな、雑誌こう見ててもこうで広告ページもどんどん飛ばすでしょ、新聞も広告ページとかいちいち見ないでしょ、じゃあ僕記事したら見ます、まあ普通はもう飛ばしますね、記事を一生懸命見ますよね、あそういうことじゃんみたいな、俺は広告屋だけど広告見らんわいと、っていうことでじゃあ広告ページを記事にしようと思った、私単純に、これ何でもそうです、どんな業界でもそうですけどね、まあまあ、よく言うみんな主観で考える、売る側で考える物事当たり前ですけどね、で考える人はもう自然に売りたいじゃなくてお客さんから見たらどういうふうにこう見えるのかなと、まあいや客観的に見れる人が大体成功するんですけどね、まあ成功してまた調子に乗って失敗するんですけど、大体いやエンドユーザーの立場から物事をずっと考えていく、まあ当たり前のことなんですけど意外にこれは難しいですよね、私広告業でそれちょっと考えてみたんですよ、そしたらそういうことだっていうのが分かったんですよ、で記事がこうあるじゃないですか、これ番組でも本でも何でもそういう記事があって、で下は広告でしょ、だここしか見とらんだ、これ関係ないやんだ、でここが面白い、だここは文字だらけじゃないですか記事は、でこっちはそのなんか写真があってこうやって、まあ、こんな今はイメージ広告的ないかにも広告ですよみたいなね、でもうそう広告やデザイナーなんかはやっぱこの記事的なやつだとそういわゆるデザイン代が取れないですね、デザイン代をがっぽり取るためにわざとそのかっこいいデザインとかですね、ロゴマークとかこう入れたりするんですよ、まあもちろんあれですよ、そのイメージを売るための広告っていうのもありますからそれはそれでいいんですけどね、中小零細企業そんな暇ないですよね、100万出したら100万の粗利が出ないと潰れるじゃないですか、そういった場合ですやっぱ記事中心がいいですよね、その記事っていうのもですねよいしょじゃないですよ、よいしょ記事じゃなくてわざと悪いことも書くんですよ、自分の業界商品だから記事っていうのはそうでしょ、広告はよいしょばっかりじゃないですか、でも記事っていうのは結構、ね、叩いたりもするでしょ、それなんですよ、ジャーナリスト精神って言いますけどね、まあ今のジャーナリストも治療してるけど、いいことも悪いことも書く方がエンドユーザーから見たら当然信頼されますよね、だから記事はよ間違いもたくさんあるけど、で広告はどうせお前いいことばっかり書きやがってた、それで私はこの下の広告面も記事にしていったんですよ、あんたいいんですかそれでみたいな、その痛いよ腫れるよ騙されんな美容外科にとかですね、エステもやばい資生堂もクソだみたいなてなことは書かなかったけど、まあ、それに近いこと書きますよ、当時ライバルは化粧品でありフィットネスセンターであり、エステもそうでしょ、美容外科から見たら美しくなりたいっていう意味では実はライバルたくさんあったんです、で女の気分になってウィズだせいだから毎日女性セブンずっとこう見てて、あなるほど美容外科だけじゃなくて敵がたくさんいるなと、で一つずつこう調べていったら、例えば化粧品、ね、文字通りもう化けるだけですよあんなのは、ね、化けるだけ、ね、夜になったらね惨めな姿さらしてああもうみんな、ね、健康食品もう詐欺ばっかり大体、ね、運動な続かんなバカ、でいろいろこうやっていったらですね、美容外科ってのは当たり前ですけど 100% 的確に変わりますんでね、めちゃくちゃ変わりますよ、私ね一番ね今でもすごいなと思ったのは、まあ別にいいですよ本人いないから、この山川のですねお母さん、今もう60、70近いですからね、私が付き合ってたのは50代でしたけどね、まあ、いわゆるフェイスリフトっていうのをやってたんだ、フェイスリフト
これすごい、ぜひやるべき、みんなね多分三田佳子とかあの辺やってると思うんですけどね。黒木瞳はねしてないね、ファンですから私